皆さんこんにちは、ケンです。はい、今は朝の6時です。今日はですね、琵琶湖に来てまして、今から琵琶市、ただ琵琶市といっても前投稿したフル琵琶市200キロではなくて、今回は、最も一般的な北湖、北側の方の湖を一周150キロ、こちらをしていきたいと思います。じゃあ暑くなる前に走っていきたいと思います。はい、今スタートから60キロ走りました。時間にしてちょうど2時間ぐらいです。で、今時間が8時55分なんですけども、60キロ、まあ、写真撮影を除いてぶっ続け走ってきて、補給はですね、30キロ地点でスポーツ羊羹を食べただけです。ですので、もうそろそろちょっと補給しとかないと、ハンガーノックになってしまう可能性があるので、今映しているここがオープンするまであと5分くらい、ちょっと歩道の方で休んでたいと思います。今まあ9時過ぎなんですけど、もう8時過ぎぐらいから今の時期はめちゃくちゃ暑いです。ちょっと水分はやっぱりボトル2本持ってきて正解でした。そうだ、今日も、ジャイアントストア琵琶湖森山店でもらったリストバンド、琵琶市リストバンド、これつけて今日も走ってます。これつけるとなんか琵琶市してるアピールにもなるし、気合が入るんですよね。はい、じゃあまた頑張りたいと思います。やばい、さっき気づかなかったんですけど、今住んでたここの反対側なんですけど、見てください、めちゃくちゃ綺麗なひまわりがたくさん咲いている、ひまわり畑です。なんでさっき気づかなかったんだろう。めっちゃ綺麗さ、今見頃ですね。あー、よかった。今出てきて反対側見たらめちゃくちゃ咲いてたんでびっくりしました。そうか、今の時期だとひまわり畑ミニライドっていうのもいいかもしれないですね。おー、綺麗。